結構ないんだよね。アイデルマルチ。キャッチャー。はい。そうですね。でもな、本当に、マリオを持って、坂本を持って、岡本を持って、大林を持って、本当に優勝するのかな。Thank you.
解説と夜解説の間にめちゃめちゃ火の強さあるから、夜解説の後ろから見て、本当にすごい感じ。ハイボールには十分ご注意ください。ファールゾーンも広いし、席も広いし、勾配あるし、中央線も高いし、まだ野球観戦するにはどうかなって感じするので、Thank you.